大阪府立砂川高等支援学校は大阪府千南市新立牧野にある特別支援学校。高等部を単独で設置する知的障害のある生徒を対象とした特別支援学校である。通常の高等学校に近い内容で就労を通した自立を目標として支援教育を行っている。大阪府立砂川高等学校の跡地に2014年4月、 大阪府立船南支援学校と同時に開校した。同じ敷地にある船南支援学校などとは異なり、入学者選抜を実施している。また、スクールバスや給食などの提供はなく、生徒は公共交通機関などで自主通学、昼食は弁当など各自で用意する。また、砂川高等支援学校の生徒が船南支援学校のスクールバスを利用することはできない。 学区は大阪府全域にまたがるが、寄宿舎は設置していない。健常者と一緒に学習できる、共生推進教室が、大阪府立久米田高等学校と大阪府立、篠田高等学校に設置されている。共生推進教室の生徒の学籍は、砂川高等支援学校在籍となるが、連携先の各高校に通学して、高校で健常者と一緒に授業などを受ける。 また、共生推進教室の生徒への指導は、通学先の高校と砂川高等支援学校の教職員が連携して担当することになる。潜南支援学校と併設しているためクラスルームは変わらないが、運動場、グラウンドや体育館などは潜南支援学校と共有して使う。半和線泉砂川駅南へ600メートル。ありがとうございます。